日本維新の会は日本の政党、憲法改正や行政、政治改革などを政策に掲げる右派政党である。2015年11月に大阪維新の会として結成され、2016年8月23日に現在の透明に改名。略称は維新、党本部は大阪府大阪市にある。大阪府の地域政党大阪維新の会が、 母体となって結成された政党であるため、党規約上、大阪維新の会が他の地方組織よりもはるかに強い権限を持っているという特色がある。2015年11月に民主党への合流に前向きな維新の党執行部の方針に反対して、同党を離党した国会議員や首長らによって結成された国政政党、大阪府の地域政党である。 大阪維新の会を母体とする。結成当初の透明は大阪維新の会であったが、第24回参議院選挙後の2016年8月23日に日本維新の会に透明変更した。憲法改正、身を切る、改革、行政改革、小さな行政機構、地方文献、規制緩和、教育費完全無償化政策などを掲げている。安倍。 幹事公政権に対しては、是々非の立場を取り、自党を与党と位置づけている。そのため、反政権色の強い立憲民主党、日本共産党、社会民主党を中心とする野党共闘とは距離を置いており、これらの野党の批判を行うことも多い。2010年代の第三局の理合集参日本維新の会は2012年の決闘以降、二枚看板の橋本通ると、 石原慎太郎の系列の議員が、党内対立を繰り広げてきたが、2014年夏に、みんなの党との合併をめぐって両派が決裂、橋本派38人と石原派22人に、分党した。みんなの党も合併への賛否をめぐって分裂し、合併派の由いの党と、日本維新の会が9月に合併、衆参合わせて52人の国会議員からなる維新の、党が決闘された。 しかし決闘後、とりわけ端下のライフワークであった大阪都構想の住民投票が反対多数で否決され執行部が交代した後の維新の党では政権には是々非々で対応するべき。民主党丸ごとと合併する形での野党再編はあり得ないと主張する党最高顧問の橋下や日本維新の会計議員と民主党や日本共産党との野党共闘を重視し、 民主党と事実上丸ごと合併をする形での野党再編を画策する党代表の松野来級ら執行部側との間で路線の違いが生じていた。平成27年8月、党幹事長の柿沢水戸が山形市長選挙で民主党や共産党が相乗りする候補を応援したことをきっかけに党内対立が表面化する。8月28日に橋本と 東顧問の松井一郎が維新の党を離党。翌29日には橋本が維新の党から文党支新党を立ち上げることを宣言し、片山虎之助参院議員や大阪系議員らがこれに同調した。大阪維新の会という新党の設立を目指し、執行部側との文党交渉を始める。10月、文党交渉が決立し、維新の党執行部は新党に参加する。 見通しの国会議員や地方議員を除席処分とした。これに対して大阪系の国会議員らは10月1日後は維新の党には代表や執行役員会が不存在の状態で除席処分は無効と主張し不服申し立てを行った。また維新の党の参議院会派維新の党は大阪系の片山が代表を務めていたため10月16日 除籍処分への報復措置として、執行部側の参議院、議員5人の会派離脱届を独断で届け出た。会派から追い出された執行部派の5人は、改めて会派、維新の党を結成した。24日、大阪系の国会議員や地方議員らは、維新の党における5月の代表選出と11月までの任期延長は、党大会を経ていない、無効なものであるという解釈のもと、 臨時党大会を開いて、維新の党の回答を受け継ぎした。松野は、大阪系の解釈及び、臨時党大会は無効と主張した。両者は、主張を譲らず、さらに政党交付金の使用権限をめぐって、訴訟状態に突入するなど、維新の本家争いと呼ばれる泥試合が続いた。10月31日、橋本や大阪系議員らが、大阪市内で、 大阪維新の会の決闘大会を開催した。代表に橋本幹事長に松井が暫定的に就任し、維新の党から除籍処分をされた大阪系議員を中心に19人の国会議員が参加した。11月2日、大阪維新の会の設立が届け出られた。両者の間での内紛は12月8日に維新の党を 将来的に回答することとの円満合意で集結した。この合意には、維新の党は将来的に解散すること、野党再編が実現した段階で、維新の党側が維新の名称使用をやめること、人権費など、党運営に必要な経費を除いた政党交付金の国庫返納、双方が刑事訴訟や民事訴訟を取り下げることなどが盛り込まれた。 2016年3月、維新の党は民主党に合流し、民進党となった。橋本は大阪市長人気満了での政界引退を表明しており、12月12日に開催された党大会で後継代表として大阪府知事の松井一郎が選出された。合わせて共同代表及び国会議員団長に片山虎之介参院議員、幹事長に、 馬場信行衆院議員、政務調査会長に浅田仁志大阪府に、総務会長に東徹参院議員が就任した。橋本は一民間人として、党の法律政策顧問に就任した。2016年4月24日党開票の衆院京都3区補選は決闘後初の国政選挙で、党本部職員の森夏江を擁立。党開票の結果、 全体の2位となる2万票余りを獲得したが、民進党の公認候補に4万票以上の差をつけられて落選した。7月10日実施の第24回参議院議員、通常選挙には選挙区18人、比例区10人の合わせて28人の公認候補者を擁立した。また、当該からは、渡辺義美を比例区に、田中康を東京選挙区に、それぞれ擁立した。 その結果、選挙区では、大阪選挙区で2議席、兵庫選挙区で1議席をそれぞれ獲得、比例区では4議席を獲得し、合計7議席を獲得、非改選と合わせ12議席となり、参議院で予算を伴わない、法案の単独提出が可能になった。2016年東京都知事選挙では、当初、松井が徹底的に行革をやる人が出てきたら、 党として支援したいとの考えを示していたが、選挙の告示前日に、独自候補の擁立や、特定候補の支援を一切行わない方針を表明した。参院選後の7月12日、松井は、登場人役委員会においてかねてから、検案の透明変更の意思を示した。透明変更の理由としては、今回の参院選において、地元の大阪、兵庫といった、 近畿の選挙区で勝利した一方で、近畿以外の選挙区では敗戦したことで、統制を全国で拡大することを目指すという意味合いであった。7月末に党及び系列政治団体所属の国会議員、地方議員を対象に、新しい党名について事前にアンケート調査を実施、日本維新の会、維新の会、維新を含む、その他の名称の三択を提示した。結果、 日本維新の会を選んだ議員が多数を占めた。8月23日、登場人役委員会及び臨時党大会を大阪市内で開き、透明を日本維新の会に改名することを決めた。また、日本維新の会の新しいロゴマークも公表されたが、新ロゴマークのデザインは大阪維新の会時代のものをそのまま使用し、ロゴタイプの大阪の部分を日本に書いただけである。 2017年1月、同年夏に行われる東京都議会議員選挙に候補者を擁立することを発表。ただし、小池由里子東京都知事率いる都民ファーストの会との選挙協力については一切行わず単独で候補者を擁立することを表明した上で、選挙後の連携には前向きに検討するとした。2月6日、元フジテレビアナウンサーの長谷川豊を入党させ、 千葉一区の支部長に1月28日付で就任、公認候補として、次期衆院選に擁立することを発表した。3月25日、決闘以来本拠地の大阪で行ってきた、党大会を、同年7月開催の都議選を見据える形で、東京都内で初開催。大会の中では、都議選における公認候補6人や維新が掲げるマニフェストを発表した。 6月22日、東北代表の渡辺義美が都民ファーストの会を支援することを表明して、離党届を党に提出したため、同日付で除名処分とした。2017年7月2日の東京都議会議員選挙では、選挙期間中に松井代表や吉村博文大阪市長などが応援に駆けつけるなど、全面的なバックアップを行った。その結果、 公認候補4人のうち獲得議席は改選前と変わらず1議席にとどまった。2017年9月30日、松井代表と新党希望の党を結成し、代表に就任した小池百合子都知事が記者会見を行い、同年10月22日執行の第48回衆議院議員総選挙において、お互いの本拠地での候補者調整に合意したことを正式発表。 大阪府の選挙区に希望は公認候補を立てず、逆に東京都の選挙区では維新が公認候補の取り下げを行った。10月22日、総選挙党開票。その結果、大阪府内で小選挙区すべての議席となる3議席しか取れなかったと、地元であるはずの近畿地区で苦戦したことが響き、選挙前の14議席に対し比例代表8議席を、 含め11議席に終わった。前回総選挙まで人頭指揮を取っていた橋本前代表の不在や希望の党との連携が不発に終わったこと、立憲民主党の躍進が影響したと報じられた。26日、丸山穂高衆議院議員がツイッターに松井代表が再び再選してもしなくても、境衆院戦争かつと代表選なしに前に進めないと投稿し、 代表選実施を求めると、橋本は、お前が勝てたのは、松井さんが知事をやっているからだ。ボケ。代表選を求めるにも言い方があるやろ。ボケ。と投稿、続けて、ふざけた物言いをする、国会議員がいるところと付き合うと、精神衛生上良くないので、僕は、ちっちゃい人間ですから、こういう国会議員が一番嫌いなんです、として、 日本維新の会の法律顧問を辞任すると表明した。これに対し丸山は有権者への中傷、真実でないことまで公言されるのは耐えられないと反発、最終的に離党届を提出するに至った。しかしその後維新は離党届を保留し続け、2018年1月に丸山は離党届を取り下げた。28日、常任役員会を開き、 党規約に基づく臨時党大会を11月中に開催し、代表選実施の可否を議決する方針を決定。11月25日、総選挙の結果を受けた臨時党大会を開催。代表選を実施しないことが賛成多数で決まり、松井一郎の代表続党が決定した。2019年1月23日、参議院で希望の党と統一会派を結成。 これにより、院内会派の人数は、同月に維新に入党した山口和幸と合わせて15名となり、14名の日本共産党を抜き野党第三会派となった。4月の第19回統一地方選挙では、希望の党のほか、北海道では新党大地と愛知県では減税日本と選挙協力を行った。また、地盤である大阪では、府知事でもある。 党代表の松井が大阪市長選挙に大阪市長の吉村が大阪府知事選挙に立候補し、いずれも対立候補を大差で破り当選した。大阪府議会、市議会でも議席を増やしたが近畿地方以外の道府県議選では全敗し、全国的な広がりを欠く結果となった。北川友勝衆議院議員の死去に伴う2019年4月21日開票の 大阪十二区補欠選挙では、藤田文武を擁立し、北川新平、樽床真次、宮本武氏を破り当選。同年5月14日、丸山実高が、北方四島交流事業における元北方四、東島民による訪問に同行した際、記者の島民取材中に割り込んだ上、ロシアに実行支配されている北方領土問題の解決手段として、 戦争による奪還に研究した問題で、丸山から出されていた離党届を受理せず、持ち回り役委員会で丸山を除名処分とした。その後、丸山に対する球団決議案を他の与野党会派と共に共同提出し、決議案は同年6月6日の衆議院本会議で全会一致で可決された。同年6月9日投開票の堺市長選挙に、 A 富士秀樹元大阪府議を擁立。投開票の結果、A 富士が堺市議会議員の野村智明に僅差で勝利し当選。維新は堺市長選で初勝利を収めた。これにより維新は大阪府知事、大阪市長、堺市長の大阪のトップ3を初めて独占する形となった。2019年7月の第25回参院選では、 本拠地の大阪のほか、東京や愛知などの選挙区に8人、比例区14人の合計22人を公認で擁立。新しい党や新党大地などの他の地域政党の代表を公認候補として擁立したほか、愛知県選挙区では、河村隆史名古屋市長を率いる愛知の地域政党、減税日本と共同で候補者を擁立するなど、地域政党間の連携をアピールした。 その結果、本拠地の大阪で2議席、兵庫で一議席を獲得したほか、東京、神奈川といった関西以外の選挙区で、初当選者を出すなど選挙区と比例で5ずつ、合わせて十議席を獲得し、改選七議席を上回る躍進を遂げた。九月三日から五日には、日韓関係が悪化していることを受け、下地三清ら日本維新の開国会議員団の四名が、関係改善を目的に、 韓国を訪れた。徴用工訴訟問題をめぐっては、韓国政府が6月に日韓企業が出資を行い保償する案を提示したのに対し、日本政府はこれを拒否し、受け入れ可能な案を韓国側に提示するよう求めていたが、下地らは、韓日議員連盟会長の協商一らと昼食会を開いた際、 韓国政府案について日本が納得できるような方向性で議論することが可能ではないかとの考えを示した。同年12月に自民党の秋元司衆議院議員らが逮捕されたカジノを含む統合型リゾート事業参入をめぐる中国企業との収賄事件に絡み、翌2020年1月3日に5名の衆議院議員が中国企業関係者から現金を受け取った疑いが あると報じられ、その中に当所属の下地幹夫が含まれていた。下地は同月6日に記者会見を行い、前回の衆院選中に事務所職員が中国企業側から現金を受領したものの政治資金収支報告書に記載していなかったことを明かした。下地はその後離党届を提出したが、党は同月8日の登記委員会で離党届を受理せず、 除名処分とした。下地の除名を受け、当所属の沖縄県議2名や市町村議員など全員が下地との合流を目指し、離党し、沖縄県総支部は解散した。2020年7月5日に行われた東京都知事選挙では、前熊本県知事の小野康介を推薦した。無名の新人でありながら61万票を獲得するも、僅差で教託金募集となり、 4位で落選した。また、同日に行われた都議会補欠選挙では、帰宅選挙区と大田区選挙区に公認候補を擁立したが、いずれも落選し、自民党候補2人が当選した。2020年11月1日、維新の当勢でもある大阪都構想の是非を問う2度目の住民投票が反対多数で否決され、同日に松井は、 自身の市長任期が満了する2023年4月、限りで政界を引退する意向を示した。自民党の吉川規制の辞職に伴う2021年4月25日党開票の北海道日区補欠選挙には、元当議の山崎泉を擁立。北海道維新の会の代表の鈴木宗男が自民党の不先輩を受けて、保守中道の受け皿が必要だとして擁立を先導したが、 投開票の結果、松木健康が当選し、山崎は3位で落選した。2021年4月11日に行われる、兵庫県の宝塚市長選挙では、同党所属の権利、角隆を公認で擁立。宝塚市長選挙への公認候補擁立は、旧日本維新の会時代の2013年に、兵庫県知事選挙の前哨戦として擁立した。 宝塚市と伊丹市の両市長選挙以来となり、今回も同年の兵庫県知事選の前哨戦と位置づけ、総力戦を展開したが、山崎春江に敗れた。2021年の兵庫県知事選挙に向けては、兵庫維新の会は2020年末から独自、候補要立を目指していたが、調整が難航し、2021年4月になり、自民党兵庫県議団の一部が、 執行部の方針に反して押した当時の大阪府財政課長の斉藤元彦に推薦を出した。維新の名称については創設者の橋本が政界進出以来一貫して用いていた名称であり、大阪維新の会日本維新の会維新の等に続いての使用となっている。産経新聞によると、この維新の名称はもともと大前健一が代表を務めていた。 平成維新の会から引き継いだものとされている。維新の党の分裂から民主党、維新の党の合併までの間は、維新の名前を含む政党が2つ存在した。維新の党の消滅時、大阪維新の会、維新の党、維新8作の商標権が、大阪維新の会に変換されている。その後も、大阪維新の会の名称で活動を続けていたが、透明に、大阪を被せていては、 他地域への浸透の邪魔になるとの認識のもと、2016年8月23日に、現名称に解消した。なお、大阪維新の会時代は、維新の党と区別するため、マスメディアによっては、おただし、お維新の略記も用いられていた。同盟の政治段階として、奈良市議会議員の松下康二が2016年4月に、日本維新の会を設立しているが、 政党の日本維新の会と直接の関係はない。松下は2013年の奈良市議会議員選挙において友好団体である奈良維新の会から出馬しトップ当選していた。翌年に奈良維新の会が解散すると松下は2016年4月に政治団体の日本維新の会を設立。2017年7月の奈良市議会議員選挙に 自身が代表を務める日本維新の会から出馬し、政党である日本維新の会と同盟の団体が並ぶことになった。結果として、松下は政党である日本維新の会の候補を破り、再会で当選。これに対し、政党の日本維新の会の代表を務める松井、一郎大阪府知事は、有権者に対する誤魔化し、古速な手段だが見ぬいと述べた。 松下は有権者の関心を集めるために意図した、しかし政党である日本維新の会とは違うとポスターに書いたと釈明した。既存政党と同盟の政治団体を届け出ることは政治資金規制法で禁止されているが、政党が既存の政治団体の名称を使用することは可能である。以前の日本維新の会という名称の政党は2014年に解散しており、 現在の日本維新の会が2016年8月23日に大阪維新の会から変更されるまでの期間に届け出がなされていた。2015年10月31日制定。2016年8月23日改正。我が国は今、国際的な都市間競争の中、多くの分野で停滞あるいは弱体化している。国内的には、地方文献。 地域再生が叫ばれて久しいが、未だ地方は活力を取り戻せずにいる。人口減少と少子化、高齢化が同時に進行し、地方の住民は地方消滅の不安さえ抱いている。この不安を解消し、国家を再生させるためには、首都圏一局集中から多局分散型へ移行させ、地方を再生させることが不可欠である。しかるに、 既存政党はすべて地方文献に積極的ではない。私たちは地方から国の形を変えることを目的に日本維新の会を設立する。日本維新の会は東京の本部を頂点とするピラミッド型の既存政党とは全く異なる組織形態を持ち、既存の中央集権型政党とは本質的に異なる地方文献型政党である。 地方の議員や主張がダイレクトに国の意思決定に参画し、役割分担しながら文献を進める。日本維新の会は国家と地域の自立、再生のため日本が抱える本質的な問題の解決に取り組む。自立する個人、自立する地域、自立する国家を実現する。基本政策の主な内容は以下の通りである。 統治機構改革地方文献既得権と戦う成長戦略小さな行政機構受益と負担の公平現役世代の活性化機会平等法の支配憲法改正に積極的であり幼児期から大学までの教育完全無償化統治機構改革憲法裁判所の設置を三本柱とした憲法改正原案を2016年3月26日の党大会で決定している 具体的な会見案を示したのは自由民主党以外の現存する国政政党では維新が初めてである。教育完全無償化統治機構改革憲法裁判所の設置第24回参議院議員通常選挙マニフェスト見を切る改革徹底行革憲法改正外交安全保障東京一極集中大白特権と戦う成長戦略人材を育てる 改革社会保障改革大阪は統合型リゾート候補地に名乗りを上げているが2016年12月の特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律の参議院本会議の採決及び衆議院本会議の採決に賛成し成立した2025年の国際博覧会を大阪に誘致することを政策として目指し誘致を実現した 2019年6月開催の G20 大阪サミットの開催地の決定をめぐっては、2025年の大阪万博に向けた国際的なアピールにつながるとして、日本維新の会が大阪招致を推進しており、最終的に大阪が開催地となった。G20 大阪サミットの開催にあたって、大阪府は大阪市や関西経済会ともに任意団体、 2019年 G20 大阪サミット関西推進協力協議会を設立した。水道のコンセッションを可能にする水道法改定案、外国人労働者の受け入れを拡大する出入国管理法改定案や日米貿易協定の承認をめぐっては自民、公明両党とともに賛成に回った。党本部である日本維新の会の参加に、 地域政党の大阪維新の会、大阪を除く各都道府県総支部を束ねる全国維新連絡会の二つが置かれる。なお、大阪維新の会時代はこの全国維新連絡会を日本維新の会と称していた。両者は対等な関係だが、代表を除く党執行部常任役員は大阪維新の会から選出する。全国維新連絡会は、 非常任役員を代表が指定する、人数分選出することができる。ただし、代表が必要とするものは、大阪維新の海外の都道府県総支部の所属で、あっても、常任役員となることができる。2019年8月31日現在、片山虎之助共同代表がこれに当たる。日本維新の会学生部は現在、関西、関東、九州、 広域の4つの支部組織として活動しており、部員は全国で100名を超える。活動理念は政治を学ぶ、現場を知る、インターネットの活用としており、他党の学生部と比べ、選挙活動への動員を強制しないことや、オンライン活動の重視などで差別化を図っている。帰還し、日本維新が年4回送られる。年会費は2000円。2021年3月現在。 常任役員非常任役員役員2020年11月、現在2020年4月16日現在、所属国会議員数26名院内会派所属の、当該国会議員2021年4月現在、日本維新の会計会派所属の都道府県議数は66人。内訳は、東京都議1人、大阪府議50人、兵庫県議8人、奈良県議4人、奈良県総支部。 京都府議二人、和歌山県議一人。なお、愛媛県議会には、会派、愛媛維新の会があるが、現在の日本維新の会とは協力関係にはない。自公連立政権の政策には、税々非で臨む路線を取り、第190回国会では、政府提出の給与法改正案には反対、いわゆる、例増6元の衆院選挙制度改革関連法案には賛成、民進党、 共産党、社民党、生活の党共同提出の安倍内閣、不信任決議案には反対するなどした。ただし、大阪都構想、大阪府政、大阪市政運営などをめぐっては、自民党大阪府連などとの対決姿勢を鮮明にしており、大阪都構想の住民投票、大阪府知事、大阪市長のダブル選挙では維新に対抗するために、 事実上の自共共闘が行われた。国政選挙でも自民党との選挙協力などは沖縄県の一部選挙区を除き行われておらず、各選挙区では自民党候補と維新候補は競合関係にある。また、第24回参院選では県を超えた合区がなされたが、自民党では地方の声が国政に届きにくくなるとの懸念から参議院。 選挙制度改革について、都道府県から少なくとも一人が選出されることを前提として、憲法改正を含めそのあり方を検討すると公約したのに対し、維新の会はそもそも基本政策で一員制を主張しており、合区解消のための会見について、松井は自民党の通り当略、個人の議席確保のための話だ。地域代表にしたかったら、徳島、 高知を合併したらいいと述べて批判した。第198回国会では、金子源次郎参議院予算委員長の解任決議案を立憲民主党や共産党などと共同で提出した一方で、麻生太郎財務大臣の問責決議案には反対し、開国決議案の提出に止める対応を取った。なお、橋本は自民党の安倍晋三総理総裁個人とは親しく、 前身の旧日本維新の解決当時には、当時野党の一議員であった安倍を党首として、招聘しようとしたことがある。大阪と構想に絡み自民党を大阪府連と全面対決になって、以降も進行は続いており、松井康が義秀官房長官らを交えた会談も、たびたび行われている。公明党との間では、大阪府政、大阪市政への協力を条件に、大阪三区、 大阪5区、大阪6区、大阪16区の4小選挙区に維新が候補者を擁立しないという形の共生関係が築かれており、国政政党の中では一番強調的である。公明党側も当初は自民党、共産党、民主党とともに大阪都構想の住民投票に反対していたが、後に大阪都構想に反対の立場は取るとしつつ、 住民投票の実施自体には賛成した。また、前身の旧日本維新の会時代には、関西六小選挙区の公明党候補に対して推薦が出されたこともある。民進党及び同党の左派系議員らによって結成された立憲民主党とは、政策的距離の遠さ、維新の党分裂時の経緯、安倍政権との距離感の違い、支持母体である。 自治労や日教祖などの公務員労組に批判的であることなどから対立関係にある。しかし、谷畑隆衆議院議員は日本社会党、自治労出身であるほか、元民主党参議院議員で自治労の支援を受けていた梅村里氏が維新の会の公認候補となっている例もある。国会質疑においても維新所属議員の発言には民進党、 立憲民主党への批判が盛り込まれることが多く、とりわけ、足立康氏衆院議員は、民進党は国会の恥。アホ、バカ、どうしようもない政党。民進党は何やってるか。足引っ張ってるんですよ。足を。ふざけるなよ。お前らほんまに。などの度重なる暴言で、民進党側から三度懲罰動議が提出される事態となっている。 2016年参院選をめぐっても、維新の会は、民進党いかや党陣営との選挙協力を拒否し、独自候補を擁立する方針で臨み、それに対し民進党の枝野幸男幹事長が邪魔だと抗言するなど、両党の対立は深刻である。希望の党代表を務めた小池由里子東京都知事とは共通の政策ブレーンを抱えており、 前述の通り第48回衆議院総選挙で、東京、大阪で候補者の住み分けを行ったほか、維新の馬は幹事長は、総選挙後の連立協議についても、可能性は否定しないと述べた。しかし、小池退任後に希望が、民進党との統一会派結成に動き出したことを、受け、希望と民進党では、公約が異なるとし、希望の党の対応を批判した。 希望の党側で民進党との連携に反対していた松沢成文参議院議員団代表らはより考えの近い日本維新の会や無所属と組んだ方がやりやすいと述べ維新との連携を探る意向を表明したその後民進党との合流の賛否をめぐり希望の党が分裂新たに松沢ら保守家議員が設立した希望の党では働き方改革関連法案や 国民投票法改正案などで維新と共同補調を取った。2018年10月には参議院での統一会派結成を希望の党が打診し、両党で調整し、平成31年1月23日に統一会派を結成するなど、優等関係にある。一方、希望の党の大部分は民進党と合流し、国民民主党を結成。馬場幹事長は、 国民民主党に対して、党首討論で、森友、掛け問題ではなく、国際情勢について質疑したことに触れ、この路線を継続すれば連携していける部分は出てくると一定の評価をした。橋本前代表が、僕は、つぶたのパイナップルと共産党だけは大嫌い。どう考えても、共産党とは一緒にやっていけないと公言していたように、日本共産党とは対立関係にある。 共産党も自民党以上に維新を敵視しており、大阪府下の市長選挙においては、維新候補を落選させるために、共産党が自民党系候補に相乗りする自供共闘がしばしば行われている。一方で、地方選挙においては、維新と共産党が共闘する事例もある。2017年の浦添市長選挙では、尾長雄氏沖縄県知事や共産党、 社民党などのオール沖縄勢力が推す新人候補を維新も支持した。2021年の千代田区長選挙では1月19日に共産党がいガラシやさ青候補の自主支援を発表。これに対し維新も同23日にいガラシへの推薦を発表し、支援レベルは異なるものの同じ候補を応援することとなった。令和新選組は政策として 政府の積極財政を主張することから小さな政府を目指して行政改革を掲げる維新とは対立している。また、令和は衆議院大阪国の支部長に2003年に橋本徹大阪府知事が最初に行った職員朝礼の時に橋本知事に直接抗議した大石明子を任命している。2019年参議院選挙で国政政党化した。 NHK 受信料を支払わない方法を教えると、やめさせてもらうと述べた。一方で、幹事長の馬場は、ルールは、ルールとして守っていくと。そういう中で、立法府の人間として、法律を変えるなりすることが本筋だと思うと N 国の、対応を批判し、松井の不払い発言については、たとえの話だと思うとの認識を示した。また、 N 国党には維新を除名された丸山稔隆が入党したが、これについて松井は全く興味がありません。僕がそのことで怒りを爆発することが損です。ろくなもんじゃないと切り捨てた。次世代の党、日本を元気にする会、新党改革の3党は、2015年に平和安全法制に賛成したことから民主党や、 共産党などの野党協議の枠組みから外されており、和田正宗ら一部の所属議員は、埋没を避けるため、3党に大阪維新を加えた4党での統一会派結成に意欲を示した。かつて路線対立により、維新から分裂して決闘された次世代の党は、2015年の大阪ダブル選挙で、日本を元気にする会と共に、維新候補を支持し、 維新との関係修復を図る動きを見せたが、維新側は過去2回にわたる党分裂の経緯もあり、難色を示したため、統一会派は実現しなかった。その後次世代の党は透明を日本の心に改め、2017年には自民党と統一会派を組み行動を共にするようになり、同年の堺市長選挙では維新の候補を支持せず、 自民党などと共に対立候補に推薦を出した。新党改革は2016年に、日本の心と日本を元気にする会は2018年に解散した。ありがとうございます。